こんにちは、肉かなたです。今日は肉じゃがを3キロ作ります。1週間ですね、なんと肉じゃが暮らしをしようと思います。まずは始まりの肉じゃが、オーソドックスな肉じゃが。ただし、だし汁は多めになってます。さて、スタート。まずはじゃがいもの皮むき。包丁で一個ずつ剥いていきますけれども、ピューラーがある人はピューラー使った方が早いと思います。これ10分以上かかりました。泥のついているじゃがいもをきれいに洗います。食べやすいようにじゃがいもを一口大にカット。水にさらしてアク抜きします。人参はヘタを落として、一口大にカット。玉ねぎはヘタを落として皮を剥いて半分にして、一口大になるように8等分にします。白滝は食べやすいように10センチぐらいの長さにカット。糸こんにゃくでもいいです。あまり変わらないのかな。豆腐は8等分にしてます。一口サイズよりちょっと大きいぐらいですね。これは木綿豆腐です。はい、材料が整いました。ゆで卵も入れちゃいます。はい、これが材料ですね。ここまでで1時間ぐらいかかってます。早速調理します。あ、変な音したけど、これ油です。鍋が温まってきたら豚肉から炒めます。焦げつかないようによーくほぐしながら。次にじゃがいも。じゃがいもが透明になってきたら人参を入れます。人参に油が馴染んできたら、次に玉ねぎを入れます。玉ねぎがちょっと透明になってきたら、次に白滝を入れます。焦げつかないようによく鍋を振ってあげます。こっからもだいぶ重たくなってますね。今回の味付けは山佐の昆布つゆだけです。ラベルの裏に肉じゃが煮物っていう項目があります。昆布つゆ1に対して水3から4で割ってくださいって書いてあります。今回は4倍の水で薄めて出汁を取ります。水をすぐ入れず、味を染み込ませます。
ゆで卵はここで投入。味が染み付くように下の方に入れてやります。次に木綿豆腐を投入。味が染み込んでゆで卵の色が変わった頃にまず水を半分注いでやります。よく鍋を振ってなじませますね。残りの水を入れてやります。後から思ったんですけど、お湯を入れればよかったなって思いますね。よし、軽くアクを取ります。味見をして、もし薄いようだったら昆布つゆを足してやります。ちょっと濃いぐらいで OK です。蓋をして弱火で15分煮たら完成です。よし、はい、出来上がり。いい色に味が染みてますね。じゃあ崩れてるね。よっしょ。今日は白米なしでこれだけなんで結構大盛りです。今回は肉じゃが3キロ作りました。この肉じゃがを1週間アレンジしながら食べます。5種類ぐらいの予定です。1週間食べるので鍋が冷めたら冷蔵庫に入れます。夏場は特に注意してください。あれ、今回は肉じゃがで一杯やります。おっとっと、いただきます。よし、まずは、悪い顔してるな。
柔らかいな。もうちょっと硬くてもいいぐらい。うん。うん、しみしみ。色を見てわかる通り、本当にしみしみになってます。ちょっと煮すぎたぐらいですね。木綿豆腐。染みてる。今回半熟卵を入れたんですけれども、こういうふうに煮込むときは、片茹での方が型崩れしなくていいかもしれませんね。二口目もうまい。やっぱり味が濃いものにはこう炭酸が合いますね。炭酸が、うん、白滝とか糸こんにゃくがすんごい好きなんでいっぱい入れました。ごちそうさまでした。ミサールごめんなさい。